こんにちは、サオリンゴです。今日はオール関東キャンピングカーフェアの出店者さんを紹介していきます。はい、TP アウトドアデザインさんに来ております。お名前をどうぞ。あ、TP アウトドアデザインの小泉と言います。小泉さん、はい、よろしくお願いします。さて、オール関東キャンピングカーフェアなんですけども、はい、出店は何台？3台、うちは。3台。はい。すると。はい。いうことで、はい、まずこの1台目でございますけども、はい、やっぱり、ハイエーススーパーロングと。そうですね。いうところで、この車なんですけど、はい、まずお名前はこの LBD の 200SLR と言います。はい。はい。TP さんの中では、そうですね。一番出る車ですね。出る車。はい。代表的な車ですね。まあ、ある意味一番人気。はい。いうことなんですけども、はい、こちらの車の特徴っていうところどういうところあります？まあ一つは、うちが代理店やらせていただいているレカロが標準装備。はい、すごいですね。はい、これもレカロ、ね、おしゃれ。これはシート生地とかも、これもレカロさんのやつ、オリジナル？そうですね。これはもうオリジナルですね。レカロの標準、標準。やっぱりお客さん人気ですか、レカロ？そうですね。やっぱりこれが一つの売りになってるのは確かですね。まあ、長距離ね、走られる方はね。はい、やっぱりもう純正シートさすがにね。そうですね。そう。腰痛くなるんで、はい、レカロつけるとやっぱり長距離楽ですけど、そうです。このね、白いレカロにマッチするような形で、はいはい、そうですね、こちらの内装ですけども、これはまたあれですね、豪華ですね。後ろの特徴というとどういうのがあります？まあ基本的にはフルフラットになるのは当たり前なんですけども、はい、それプラスまあ、標準で冷蔵庫。冷蔵庫、ビルドインの冷蔵庫ですね。あ、こちらね。はい。冷蔵庫。はい。で、一応ここが水回りになってます。水回り。はい。はい、ね。ってことは、こちらの扉は？ここはタンクです。あ、じゃあ、はい、ちょっと一個足らないですけど。はい。外から入れやすいから。そうですね。楽ですよね。いちいちね、ここは室内入らなくていいです。はい。私ね、すごい気になってるんですけど、はい、この、家具を、はい、これなんですか、こう白を特徴としたのってなかなかこう珍しいんですけど。はい、あ、本当ですか。まあ一応まあ基本的にこの車に関してはもうレカロの色に合わせた形で、お客様の方にはご提案する形になってます。はい、で、まあ今見ていただいた通り白なので、後ろも白で統一してる形ですかね。というところで。はい。はい。まあ上に棚があって、はい、で、後ろが、これ常設の二段ベッドですか？そうですね。こちらの方にも、まあまあ、棚というような形になってますけど。はい、で、ここが、まあ、はい、ベッドにも。そうですね。なるよと。はい。ちなみに、こちらの車って大体納期ってどれぐらいなんですか？大体今、通常で行けば1年なんですけども、だいぶちょっと車の方の納期も早まってきたので、はい、大体まあ、お客様の方には、まあ、10ヶ月から1年。なるほど。うまくいけば、10ヶ月で行けますよ。っていうお話をさせていただいてます。はい。はい。していると。当然ね、欲しい装備っていうところは入ってますけども。はい。やっぱりこう、開けた時のその高級感っていうのは。そうですね。どうしてもちょっとレカロが、ね、男性チックなシートなものですから。はい、どちらかというと男性受けする内装になってますね。はい、あ、そうですか、意外となんかこう、白い、こう、木目とか、なんか。そうですね。もっとナチュラルなモデルも、まあ、茶系を必要とした。はい。ナチュラルなモデルもあるんですけども、はい、もう一台出展されると、はい、いうことなんですけど、そちらの車は作ってます。はい。もしかして今作ってる？はい。こちら GP さん車いっぱい。あ、残念ながらまだ。そうですね。ここら辺ぐらいに止めておきましょう。今度はあれですね。ちょっと内装が。そうですね。ちょっと黒系で。黒系で。はい。ね、打って変わって黒系ですけども、はい、まあこの車が。はい。今、作ってるよと。お楽しみということで。これはあれですね。私もお楽しみ状態になりましたね。そうです。やっぱりこう、白と、まあ今回、黒。まあ、同じベースの車ですけど、ね、両方。そうですね。はい。あとなんかこう、ちょっと仕様で変わったところかな。こちらはどちらかというとトランポ仕様の T200SLR というモデルになるんですけども、ちょっとまだ家具が乗ってないんでね。そうですね。ちょっとイメージはちょっと難しいんですけども。はい。まあその辺は来ていただいて。そうですね。はい、ということで、今日はですね、TP アウトドアデザインさんお伺いしましたけども、はい、作られてる段階ということで、はい、これはね、私もちょっと楽しみですんで、ぜひね、オール関東、キャンピングカフェア、はい、群馬の高崎ティーメッセでね、行われますんで、ぜひ皆さん来ていただければと思いますんで、ぜひお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。こういうキャンピングカーを見に、ぜひ、オール関東キャンピングカフェア 2023 G メッセ群馬にお越しください。お待ちしてます。詳細は概要欄を見てホームページなどをチェックしてください。